次のテーマはリモート化社会の隔たりと孤独、うん、孤独ってミジンコみたいな、なんか生物から人間に進化する途中でどこかで必要になって獲得した機能なんですよね。でこれは何かというと、僕ら個体をこの孤独を感じる状況から逃げさせようとするために獲得した機能で、いわば僕らを何らかの理由で生き延びらせるために孤独を感じるように僕ら進化したんだと。マイナスの報酬という。そうですね、マイナスの報酬ですよね、まさに。でそれはおそらく人類の長い進化の過程の多くの時間はその孤独があることによって僕ら生き延びやすくなった。でもよくよく考えると現代社会においては不必要な孤独が発露している可能性は否めなくてですね、昔はみんなで生活してないと、まあ、死んだわけですよ。ウーバーイーツないし、はい、その家の中にこもっていてなんかあったかい安全なんてないわけだから、集団で生活をしないことには死んでしまうから集団に戻そうっていう、おそらく機能が孤独だった。社会性をちゃんと作って。そうなんですよね、社会性を作る、その僕らは好奇心とかその他の本能を持っていて、なぜか好奇心はポジティブな、精神活動と捉えられますけど、好奇心があるがゆえにおそらく僕らは集団から出て何かやるみたいなことをしてしまう、フグとか食べちゃったり。そうなんですよね、リスクを犯してしまう。だけどその出てしまったものをまた引き戻さなきゃいけないので、引き戻す機能として、まあ、孤独は使われてるんじゃないかと。でだけど当然のように現代では社会が発展して、パーソナライズされているし、プライバシーも重視されているし、まあ、その昔みたいな生活の仕方をしなくても良くなったし、そもそもコロナで昔みたいな生活してたら怒られちゃう時代になった、まあ、死んでましたからね。死んでましたからね。でそういう意味では昔必要だった生活と全く違う生活をしなきゃいけないのに、昔獲得した本能がまだあるので、僕らその本能である孤独によってこの悩まされてるんですよね。さっきのコロナ禍での高齢者とかまさにそういうケースで、寂しいのに人に会えない、じゃあこの、矛盾をどう解決してきたのかというと、例えばこの50年でも相当その状況は日本においては変わってると思っていて、50年前家の中にペットがいた、犬がいた家ってどのくらいありますか？言ったらほとんどなかった、お金持ちのほんの少数の人、ほんの少数でしたよね。で40年前でもペットと子供を比べてペット可愛いなって言おうもんだったら、なんて人だってなった、それが最近では、まあ、当たり前のように家族になってる、なぜかっていうとやっぱりその社会的にはそのプライバシーの重視を含めた分断が進んで孤独を感じるので、そこを癒すための存在がマストになってきて、でそこでノンバーバルのコミュニケーションで僕らが気兼ねなく愛せる犬や猫っていうのがとても大事になってきた。なので孤独とこのペットの関係で僕はそういうようなもんなんだろうなと思ってます、でそこでそれであれば最新の技術を使うとそこを癒す存在って作れるんじゃないかなと思って、ラボットを作ったと。というのが、孤独に対してどう向き合うかっていうのがもうラボットの根本のコンセプトにあって、根本のコンセプトにあって、孤独な人がいるんじゃないと、孤独だと認めてるか認めてないかと、それだけしかなくて、
全員が今の社会で何らかの孤独は感じているし、あとはそれをどうやって自分でコントロールするのかっていう時代になってるよねという前提ですね。もう脳の機能として刷り込まれてる、なんて言うんでしょうね、前提の課題みたいな。そうなんですね、そうなんですね。なので自分を孤独だって認識してる人は僕はすごくそのいいと思うんですよ。なぜならそれに対する対処をしようと思えて、で結果的に犬を飼ったり猫を飼ったりラボットを飼ったりってできる。で一番こういうコロナ禍で危ないのは自分を孤独だと思ってない人ですよね。分からないけど辛いみたいな。分からないけど辛い。でそういうその方々には本当は、いや全員孤独だからと、全員孤独な上でそれをどうやってあの自分のメンタルヘルスマネジメントをするのが、大事なんだよっていうのを本当は言いたいというところですね。オリーさんの方はいかがですか。そうですね、私は、まあ、結構ノートにも書いたんですけど、私自身がですね、もともとあまりそう学校に通えなかった時に強烈な孤独感を感じたんですよね、でそれが本当に、何も自分にはできない、勉強もできないし、運動もできないし、でもそれだけじゃない、学校にそもそも通えない、でその時に、学校の友達がプリントを持って家に来てくれたりとか、親が料理を作ってくれる、でそれがないと勉強もできないし、ね、あの生きていくこともできないんだけども、それ自体が申し訳なく感じてしまう、だからすごく私は一般的に普通に今まで生きてきた、それまあ10歳ぐらい11歳ぐらいから不登校なんですけど、それまでは当たり前のように友人に対してありがとうって言われて自分もありがとうって返していて、そのうちにサンキューサンキューなぐらいだったんですけど、でも急に自分が何もできなくなるとですね、そのありがとうという今まで言ってた言葉、まあ、このたった5文字の言葉が言えなくなってる自分に気づいて、他人に対してなんかこう何も自分はできないのに何かしてもらってばかりで、ありがとうって言ってるとなんか友達なのにありがとうございますとか、なんかそういう敬語になってきて、そのうちすいませんに変わっていって、いつも本当にごめんなさいっていう感じにどんどんなんかこう自分じゃなくなっていくような、謝る時って人って自分じゃなくなると思うんですよね。自分らしさとかそういった尊厳みたいなものっていうのをかなぐり捨てて、とにかく謝る時は本当にみんな同じ顔をしてしまった。今のお話だと2種類の孤独がありましたね。その社会との接続が薄くなるという方の孤独の話と、同じ関係のまま対等さが失われている。私の中では孤独の定義は何かっていうと、あの一人ぼっちであるという状態の孤独というか、その場合は別に私は何も問題ないと思っている、困ってない状態です、私の定義している解消しなくてはならない孤独というのは、自分のことを自分で、あ、俺は孤独だと、どこにも自分の居場所はなくて、無力で誰にも目をはけてしまってる、むしろその学校にも居場所がない、家にも居場所がない、この世に居場所がないっていう状態って本当に辛くて、でその時にもう俺は孤独だっていうふうに思ってしまう状態が孤独であると私は定義してます。で本来それって異常なわけですよ、普通に、友達と何かしてる間とかはそんなこと感じないし、私もお見舞いに来てくれた時は感じないんですよ、でも夜になると強烈に孤独になってきて、何もせずに天井を眺め続けると本当に、ね、それが2週間ぐらい続くと日本語忘れかけた経験もあるし、でうつとか認知症の原因に間違いなく孤独はなるっていうことを12歳13歳の私が日本語忘れかけたっていうことで、で将来今私は、ね、ありがたいことに人とつながって復帰することができて今こういうことをやってるけど、男性でいうと70歳ぐらいが健康寿命なんですよね今って。だからこの先私が頑張って生きたとして、また将来高齢になった時にまた天井ばかり眺め続けるのかと、自分は何もできないとか、他人に対して社会に対してありがとうございます、もしかして申し訳ありませんって言いながら生きていくのは本当に地獄だと思っていて、これをどうにか解消しなくてはいけない、それが私の考える孤独という問題に対する向き合い方で、じゃあできないことが増えていくのであれば、ね、肉体とか思考能力とかっていう、つまりこの体ってできることはやっぱり年とともに減っていくんですよ、昔はこんなことができたのにみたいな、
でもそこを補うことがテクノロジーであり、障害を持つことに対してメガネみたいなものがあることによって、それは障害者を健常者化させることができるし、なんなら私は目の中に今インプラントコンタクトレンズをしているので、視力が今2見えるんですよね。もともと 0.01 っていうソフトコンタクトの一番最強のやつをつけていたのに、今2見えてくっきり見えるわけですよ。いわゆるエンハンスメント、サイボーグの一歩目みたいなところ。そうだからもうサイボーグ時代なわけですよね。でもいろいろこう差し替えたりとかが今できるようになってるし、顔も変えれるしっていう風なところで、ね、いろんなそういったメカ的なものを自分に能力を拡張していくような形で実装していくことは全然できる時代に今私たちは来ているので、じゃあそういったものを気合と根性と我慢によって克服しなくてはならないのではなくて、ね、自分の体が動かないのであれば車椅子に乗ればいいし、車椅子に乗ることができないのであれば心を運ぶ車椅子を用いて社会につながって、また次の世代とかが自分と同じ苦労をしないように、自分がこういった働き方をすることで、他の人たちにも、あ、こうすればいいんだってことに気づきになるっていう、そのサイクルを回していく循環の中にその人が入れるようにしたいっていうのが私がやってるアプローチです。なるほどです。やっぱりお話2人の伺って思うこととして、なんだろう、自分が感じたことを自分が克服するで止まらずに、それを人に何て言うんだ、与える、あるいは届けるみたいなところがすごくお二人のロボットどちらからもコンセプトとして見えてるなというのをすごい感じているんですけれども、そのオーナーが何か受け取って受け身で何かするっていうよりは、そういう与えていくこととっていうのは、なんかどちらのところでもコンセプトとして結構重要視されてるところなんですか、やっぱり。多分ね、これはまあ人によっきりだと思うんですけど、私は自分が何かしてもらうことに対して結構辛く思ってしまうタイプ、ね、で受け取るためには自分も渡さなきゃいけない、さっきの敬語になっちゃうみたいな、ね、そうだから横の、例えばですけど横に住んでる人からいつもお裾分けをもらってると、なんか返さなきゃいけないし気持ち悪いじゃないですか、っていうのが強烈に私はあるタイプなので、むしろこっちの方がたくさんあげたい、それぐらいのバランスでありたい、私の方がたくさんもらってるっていう状態が辛いけど、でもこれはみんなそうだとすると、みんなが与え合うことはできないし、もらい合うことはできないし、ここをうまく均等化して、なんかね、適材適所社会を目指してるんですけど、どうすればみんなが役割を持てるか、自分が必要とされ続けられるか、だから人って人に必要とされるから自分も人を必要とできると思っていて、そういう役割を、自分はこれができるっていうものを拡張し続けるっていうことが、私は孤独解消につながると思っているっていう。林さんはいかがですか。いや、なんか愛したいのか愛されたいのかの問題に近いと思うんですよね。で、愛されたいから入ると、まあ、大概うまくいかないんじゃないかと。そうですね。せっかく愛されてるのに思ったように愛されないだけでも不満なわけですよね。で、これって何かっていうと期待値ギャップなんだと思うんです。自分の期待値に対して何かしてほしいって思うと、してほしいにバッチリ合うことって、まあ、何回かはあるかもしれないけどずっとは続かない。だから期待値ギャップって必ず生じてしまう。だけど自分が何かをする方は、まあ、期待値ギャップ生じないんですよね。自分がしたいと思ってることをして、まあ、その何かフィードバックが欲しいとか期待しちゃうと、そこは期待値ギャップ出ちゃいますけど、何かするだけであればこれ期待値ギャップが出ないので、なので何かするっていう方はまず期待値ギャップが出ない上に、人間がすごく面白いのはやはりその子育てをする生き物だからなんだと思うんですけど、その何かをめでるとかケアすることをすればするほど精神的安定するっていう、まあ不思議な現象というか、そういう本能を持ってる、まあそういうメカニズムの生き物なんだと思うんですよね。なのでこの期待値ギャップなくて精神的に安定できる方法って何かっていうと、実はめでることだったり応援することだったりする。